おはようございます。本日は2021年の4月の30日、ただいまの時刻16時11分といったところでしょうか。ここは鴨の駅付近です。ということで、いつものようにね、日常動画を撮っていきたいと思います。まあ16時ということでね、まあ学校が終わったというわけなんですよね。まあ学校が終わって、ちょっと学校のことについて話したいと思うんですよね。学校の授業のことでね、まず1時間目にね、体育あったんですよ、体育。ほんで、またシャトルランですよ、シャトルラン。もうちょっと辛かったですね、1時間目がシャトルランは。まあ結果はね、1年生の時よりもね、まあね、結構、回数っていうか、まあ伸びたんで良かったと思っております。確か、63から78ぐらいやったかな。もうね、ドアー1700、ドアー1700、ドアー1700っていう感じの気合を込めてね、走りました。まあ1700ということでね、71回分は超えたかったんですよね。ほんでちょっと雨がパラパラ降ってるんでね、ちょっと走りながら撮ってるんですけども、まあ1700にあやかって、まあ71は超えたかった。まあそれは超えたんで、まあ良かったんですよね。まあそれは良かったと思っております。ただしね、うちの学校はね、100回で1回合格で、60回以上だと2回合格、40回以上だと3回合格になるんやったかな。だからそういうわけのわかんないルールがありまして、まあ、これは個人的にはね、結構いい体力になるから、まあいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。やっぱりね、走ってみると緊張しますね。最低でもね、60を超えたいって思うようになりますね。だってちょっと3年生の目標は90回ぐらい、いや、80回ぐらい行けばいいかなと思っておるんですけどね。ちょっとね、本当にね、階段降りたりっていうか、歩いたりすると本当にね、筋肉がやられますね。もう疲れましたよ、本当に。まあ、こんなめでたいっていうか、目星の情報はないっすね。まあ、結構ね、4時間目の古典でね、結構年が上の先生でね、いろんな話をしてくれるんですよね。これ言っちゃ悪いんですけどね、普段古典の先生の授業を受けてる時、マジで眠くなっちゃいましたね。こういうね、結構雑談をしてくれる先生っていいっすよね。いやーなんか、面白いっすよね、本当に。こういう雑談系面白いですよね。今日はね、確かね、東大に行った人の話してたかな。これ結構面白かったですね。まあ、プライバシーの関係でちょっと私の方から話せませんが、まあ、結構面白かったですね。まあ、こんな感じですかね、今日。シャトルラン疲れたっていう話がしたかっただけなんでね。マジでシャトルランは辛いですね。本当に。まあね、71回は超えたんで、毎週。まあ、170とか1700とかいったらマジで死にますかね、本当に。死ぬっていうか、もう間に合いませんね、普通に。さて、まあ、こんな感じでしょうか。シャトルランは本当に疲れますね。あ、ちょっと本格的に雨降ってきたみたいなんで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、つまらんと思ったら低評価してください。チャンネル登録もしていただけると動画の励みとなります。よろしくお願いします。明日の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。Thank you for watching so far today. If you like it, please high rating. If you think it's boring, please low rating. Please subscribe to the channel. Stay tuned for the most video. Goodbye.